半間家の本家の半間岩先生です。ですね、今のね、がんの病気ですね、だいたい今現在半分はがんで亡くなるということでね、ものすごく多いですね、がんの患者はね。で、がんの病気はね、大体もう治らないんですよ。軽いものでも、ちょっとでもね、大体治らないんです。長く経つともうすぐちょっとじゃなくなっちゃうんで。でね、病院はもう助からないということを知ってるんでね。最新医療でね、もう博打をやるんですね。で患者にはだから早死にするんですね。がんの病気になったらね、軽いものでもね、すぐ死んじゃうね。でというのはもう助からないということでね、今あらゆる世界中の抗がん剤からね、抗がん剤はちゃんと、もう治んないからよせというふうになって変わっておりますけどね、アメリカなどは私が考えた方法でねやってるんですけど、日本はまだね抗がん剤であらゆる手を尽くすんですね。で、最新のものこれでいいだろう、これで治んないかということで、ね、抗がん剤からがんの治療薬使うんですけど、逆に死んじゃうね。大体ほとんど逆に死ぬのが多いんですね。当然ね、抗がん剤とか薬使わなかったらもうちょっと長い、がんの患者は長生きできたわけです。5年長生きできて半年で死ぬっていうことはあります。何もしなかった方がね、5年生きられる。ね、半年で亡くなるなんていうのはもうしょっちゅうです。ただもう治んないから博打で挑戦するかということでね、抗がん剤を打つんですね。今全然治るもんないですね。私が調べた中では、がんの病気で治せる薬ないですね。全くないですよ。で、唯一は、ドクダミ草をきれいに洗って、ジューサーで毎日飲むというのが一番いいでしょう。ドクダミ草ね。新鮮なドクダミ草をね、よく洗ってミキサーで、全部飲むのね。大事なもんだから。まあ自分でに、山持ってたりすればドクダミ草たくさんあるんで、つゆだけ飲めば、いいんですけど、ね、葉っぱまでね、まずいの飲まなくてもいいんですけど、そんなにないんで、不足してるんで、ドクダミ草って、ね、そんなないんですよ、手に入らないんですよ。だからね、葉っぱまでミキサーにかけてきれいに洗ってね、ミキサーにかけてジュースで飲むということですね。ミネラルウォーターでね混ぜて飲むと、一気に飲むと、これを毎日ねやるということは非常にね、で肉を断つということですね。私はね、国立の横浜の労災病院で、もう医療関係の仕事し、コンピューターの開発を専門にしてね、これはバーコーダー関係でね、医療に使うので入っただけなんですけども、実質学者で入りまして、契約で学者で入っておりまして、超音波診断装置とかね、開発しておりましたから前にね、でコンピューターの発明者では世界一なんで、で国立病院に国に雇われて仕事で派遣したことあるんですけどね、20代の時にね、そんなこともあるし、彼女が薬剤師やってたりしてるんで、ね、やっぱり国立病院で勉強してからね、普通の病院の
ね、店舗の薬剤師やってるわけですよね。で、そんな関係もあるし、実は私あの免許持ってないけども医学博士なんですよね。普通の医者よりかは名医なんです。でね、ブラックジャックと同じなんで、国から免許もらった時しかできませんけどね。通常は免許ありませんから、国から雇われた時だけですから免許はね、降りるのは。国が許可しなければね、免許降りないんで、ね、ということですね。がんは抗がん剤は全くと言ってもう 99% は死ぬだけです、現状ね。ということで、で医療関係入ってると食わされますね、抗がん剤ね。だからがん保険なんて入ってない方がいいかもしれないね。で自分で治療するしかないですね。かえって最新医療なんかも受けても全部早死になるだけですね。まずないです、治せる薬ないですね、がんは。治せる薬は唯一ミネラル、ね、植物の、ね、投与ですね、栄養ですね、肉を断つ、しばらくは肉を断つということですね。だから、ちょっとでも油っぽい肉的なものを食べたらもうすぐがんは